まあ、根幹治療の基本的な考え方ということで話します。まあ、こういうケースがありますと、カリエスが奥でペルってますと、で中開けていくんですね。こういう状況だと、即日根幹治療というのは即日次第築図をして、でその後形成して撤去を入れて様子を見ると、でもこのですね、主張が治んないんですよ。これ一曲シコンタン切除するんですけど、これでフラップ開けると指摘がついてるんですよ、この線に。このケース実はこれペリオの由来の指摘じゃないんですよ、これエンド由来なんですよ。でこれ、まあ、あの術式にね、こう何かこうツッコミどころはあるかもしれませんが、まあ、逆根幹重点カットですね、あの根線カットして指摘取って MT で逆根幹重点をすると、で術直後半年もう1年治っていくんですよね。つまり根幹治療っていうのは何をしているかというと感染相手なんですよ。感染を取り除くってことは主役です。よくあの痛いから困るっていう人いるんですけど、僕患者さんによく説明するのは、歯医者さんっていうのは基本的に痛みっていうのを取り除くことが僕はできないと思ってるんですよ。大事なことはやっぱり感染と噛む力で歯は壊れていくんですよ。なのでその2つをコントロールすることによって結果的に痛みが治っていると、その2大巨頭のうちの1つである感染を相手にしているのが根幹治療ですよってことなんですね。なのでこういう病変があると、原因は細菌の存在が原因ですと。でこの駆け足としてはどういう実験をしたかっていうと、無菌環境で育ったラット、細菌の存在する環境下で育ったラットと細菌の存在しない環境が育ったなと、両方の歯にボコボコ穴を開けていくんです。研修医の先生たちと喋ってますからね、これね。で、その後そのラットを殺して、その処置した歯のですね、周囲組織とその歯の病理切片を作って観察するんですよ。そうすると、細菌の存在するラットに関しては、歯髄が壊死して、歯根膜に炎症が起きたんですよ。それに対して、細菌の存在しない環境から育ったラットの方っていうのは、歯髄は生活していて炎症起こってないんですよ。ということは歯髄疾患の原因っていうのは細菌の存在ですよってことが言うんですよ。なので細菌相手なんですよ、感染相手。これ2006年のサビティっていう人の論文ですけど、これジャーマンシェパードの歯に穴開けるんですよ。で数日経ってナバダムして根幹形成して2つの群に分けます。1つ目は根幹充填して上から接着アマルガムで封鎖、2つ目は交換充填しないで空っぽにしといて同じように封鎖するんですよ。で190日後にこのジャーマンシェパードを殺してこの歯の病理切片作るんですよ。そうすると病変の地に差はなかったんですよ。ということはどういうことかっていうと、交換充填って本質じゃないんです。大事なことっていうのは何を入れるかじゃなくて何を取り除くかなんです。綺麗な交換充填だなってレントゲン見てカリエスを取り残して全く意味ないんですよ。うわこれレントゲンで見て綺麗に根充できたなっていうのはあんまり意味のあることじゃないんですよ。意味のあることなんだけど、もっと大事なことがある。これ僕が罰でした。これ6年前です。僕が実家に帰ってちょうど4年目ですね。4年目の時に罰でしてファイル折っちゃったんですよ。ファイル折ったらやばいってなりますよね。でも僕はこれ取らずにそのまま根充したんですよ。半年後もう1年後この患者さん今来てないんで、多分そのうち来ると思うんですけど、あれ、あのリコールできてないんですけど、折れたファイルは根幹治療の結果に影響を及ぼさないんです。折れたファイルがもしも綺麗だったらそれはそれで OK なんです。大事なことはファイルが折れちゃったらそのファイルが綺麗かどうかってことが大事なんです。これ陸地っていう、これ今最近有名ですよね。バツズイして5年後にカリエスで、もうこういうカリエスのあれなんですよね。こういうことにならないようにしないといけないんですけど、本当は。で、抜歯してこの人病理学者なんで、これ抜いた歯の根線部分、病理切片作ってみるんですよ。そうすると、これ残髄してるんですよ。これ残髄してもいいんですよ、別に。なくなった方がいいですよ。僕が思うのはなくなった方がいい。だけど、バツズイした時に別に残髄しても問題ないんですよ。根幹内が感染を起こすことが問題なんですよ。なので初期治療で病変がないケース
まあ、バツで言ってまとめちゃってますけど、バツでの成功率は1950年代だろうが2000年代だろうが変わんないですよ。 90% 以上で前後でね。ということはテクノロジーじゃないんですよ、バイオロジーなんです。これアムステルダムの先生なんですけど、この人の論文のこの部分、赤い部分に書いてあるのが、まあ、赤い部分の前を読むんですけど、40、50年テクノロジーが発展したにもかかわらずエンドの成功率ってあんま変わってないよって言ってるんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、エンドっていうのはここ 40、50年ね、テクノロジーにばっかり焦点が行き過ぎてるんです。だけど大事なことっていうのはバイオロジーですよってことを言ってるんです。なのでニッケル社会は確かに使いますよ。だけど主要のあれでもいいんですよ、ステンレスのファイルでも。マイクロスコープは確かにテクノロジーですごくいいものだと僕は思うんですよ。確かにエンドの成功率を上げました。でもそれはなんでマイクロスコープがあると成功率、顕微鏡ね、顕微鏡があると成功率がいいんだと思いますか。マイクロスコープっていうのは感染している部分を見ると、こんなちっこい歯のね、肉眼では見えないところを拡大してみるとすごい汚れてると、その汚れをちゃんと目で確認しながら取り除くことができるようになったから成功率が上がってるんですよ。だからマイクロって言うとマイクロ確かに大事なんですけど、マイクロの前にやっぱり原理原則っていうのをみんなで押さえてほしいなってことなんですよ。それが感染なんですよってことなんです。なので感染のコントロールが大事ですよ。なのでそのために僕らは何をやってるかというと、まず歯にこびりついた汚れを取りましょうと。でよく根管治療っていうと根管の中をいかにきれいにしましょうかってことを言われてるんですけどね。だけどそれの前に大事なことってカリウスをきちんと取ることが大事。これ病変のあるケース、クラウン外してコアを外して中を見るとですね、もうこんなになってるんだ、口みたいになってるんですよ。こりゃ汚れますよねって話ですね、この感覚。だけどカリエスを取り除くっていうのは本当に難しいことなんですよ、みんなが思ってる以上に。でこういう感じで取っていって、まあ最終的にこうなりますよねってことです。で次の僕の患者さんのケース、現在近くの歯医者さんでネロ治療を していますと。ただ治療後から歯に毎日激痛があり頭痛もひどくなってしまい夜も寝られなくなりすごく心配になりました。もしできれば早めにどのような状況になっているか診察をお願いできればと思いますってメールが入ってくるんですよ、患者さんから。で僕が思うこと、これこの治療した歯医者さんだけのせいじゃないです。こういう世の中作ってる歯医者全員のせいなんですよ。みんなで協力して世の中変えていかないとね、この状況変わんないんですよ。